思議。星がほとんど見えない宇宙なんて。もうずっとこんな感じだよ。とっても静か。しまった。どうしたの？物質そのままにしてきちゃったけど、どうなるんだ？さあね、どうなることやら。次だ。かけらの加速が止まった。次のジャンプがおそらく最後になるだろう。スバル、あれが見えるよな。うん、わかる。最後のかけら。私たちはあれを捕まえるんだ。だが、ジャンプした先でかけらが僕たちをただ待っているとは考えにくい。その先で何が起こるか、本当に見当もつかないよ。でも、行かなくちゃ。そうだよ、もうちょっとなんだし。うん、ナナコちゃんだってそう思うでしょ。ご明察。わかった、行こう。なんだこれ、空が歪んでる。重力レンズだ。強い重力が空間を歪ませ、光を屈折させる現象。おそらくあれは得意点。何それ。ある一点にエネルギーが集中し、限界を超えると時空間もろとも光の速さを超えて押しつぶされていく。それが得意点。ブラックホールだ。点だか穴だかはっきりしろ。でもかけらがあるのって、あそこだよな。やはりこの宇宙では僕たちがかけらを集めきることは不可能なのか。またその話。私たちがかけらを集め終えたくないって。え、大丈夫。スバルだけじゃなくて私たちだって決めたんだ。絶対に諦めないって。葵ちゃん、こんなにくっきりシュバルツシルト境界面が見えるとは珍しい。あれがブラックホール？そう、この宇宙の地平線ならぬ地平面。あの向こうはこの宇宙とは完全に隔絶されているけど、かけらはあの中なんだろ。私たちだって光の速さを超えてきたんだし。僕たちはあくまでこの宇宙の中を移動したに過ぎない。だが最後のかけらはこの宇宙そのものから離脱しようとしている。みんな、これを。このかけらを使って最後のかけらをブラックホールから引き戻すんだ。かけらでかけらを引き戻す？やってみる。あ、私もやってみる。よし、僕も。やはり僕には君たちのような力はないんだ。もう一人いれば。無理だろう、絶対。最後のかけらがここにあるならきっと。スバル？協力？僕はまだ自分の目的を諦めたわけじゃない。かけら一つも持たないでどうするつもりなの？このままじゃ落っこちちゃうよ。ブラックホールに飲まれてこの宇宙から消え去るというのならそれも悪くない。僕と同じく何者にもなれなかった星たちとこのまま。ダメ、そんなことさせない。おい、何してる。スバルちゃん。スバルはあいつに6人目を任せるつもりだ。はあ？だけどあいつはスバルを裏切ったんだよ。スバル、君にはわからないだろう。何者にもなれないこの星たち、可能性すら与えられずにいる僕らの気持ちなんて。わからない。
わかるわけないよ、そんなの。私はただ今こうして触れている湊くんの温かさに消えてほしくないだけなの。湊くんの中にある優しさも寂しさもなかったことになんてしたくないの。宇宙を何度やり直しても私の出会った湊くんはたった一人だよ。スバル、見ただろ、現実の僕は君と言葉を交わすことさえできないかもしれない。だけど私たちは出会えたんだよ。出会っちゃったんだから忘れたりしたくない。なかったことになんてできない。僕は湊くんの本当の気持ちを教えてよ。何が欲しいとか誰かといたいなんてきちんと言葉にしたことないんだ。だったら私が言う。私は湊くんと一緒にいたい。私が湊くんを幸せにする。君にできるはず。絶対する。今する。戻ってきた。一緒に行けばいいんだろ。なるほど、わかった。スバルを信じて君にかけらを託すよ。なんだ。なぜそんな軟体生物みたいな姿になったんだ君は。何の話だ。いい加減思い出したらどうなんだ。僕は君のアルデバランだ。あれ、僕は会長が人間になった。私この前お尻で踏んじゃったのに。君はエルナと7年前に出会った僕のたった一人の友達。ミナト、君はミナトなのか。でも僕の知ってるミナトとは随分違うね。あの時から君の時は止まってしまったのか。苦しいよ。悪かったね。みんな用意はいいか。目には目を、歯には歯を。ブラックホールに対抗できるのはブラックホールだけだ。今宇宙船の6カ所に配置したかけらは君たちのドライブシャフトと連動している。アクセルを開けば真空のエネルギーを利用し得意点を形成する。つまり6つのブラックホールの力で最後のかけらの入ったブラックホールをひっくり返しこの宇宙に引き戻すという寸法だ。僕たちのブラックホールはこの宇宙船が支えているから思いっきりやってくれ。光り出した。ホーキング放射。ああして強制的にブラックホールのエネルギーを真空に戻しているんだ。このままひっくり返せ。
ままやりきるしか。やるかやらないかしかないならやろうよ最後まで。魔法使いでいるのも楽しかったけど、私たちはそう決めたんだ。最後のかけら、みんなで手に入れる。やり遂げるの、最後まで。周りの空間が耐えきれずに崩れ出した。飲み込まれるぞ。ダメだよ、諦めないで。通り抜けたんだ。じゃあ私たち間に合わなかったの？いや、ブラックホールに落ち込む直前、タッチの差で僕たちはかけらを捕まえ、エンジンは復元された。宇宙船直ったの？ああ、全ての仲間に代わって礼を言うよ。ありがとうみんな。どこへ行くつもりなんだ？君たちは確率すら制御する力を持ちながら選ぶことを拒絶していた。だから僕は君たちがただ滅びを先延ばししていると。確かに君の言う通りさ。ただしそれは君たちの宇宙での話だ。僕たちの？あそこだ。あれが僕たちの次の目的地、次の宇宙だ。まさか君たちは宇宙を渡って？君たちの宇宙ではダメでも、別の宇宙では別の可能性があるはずだ。僕たちはその希望にかけたんだ。希望？ああ、希望がある限り僕たちは何度でも宇宙さえ飛び越え旅を続ける。意外だったかい？僕は過去ばかり見て自分を呪い、君たちを巻き込んでしまった。それももう過去だ。そうそう、僕たちのキラキラも連れていくよ。やはりだいぶ減ってるね。それ何？一度は人の心に宿りながら、そこから弾き出された可能性の結晶さ。そしてこれも。これ。それはこの世に生まれることすらなかった命の可能性。そんな、ミナト君、この子たちを救おうとしてくれてたの？ミナトの目的は僕が引き継ぐ。新しい宇宙でなら彼らが輝く未来もあるかもしれない。さあ、名残惜しいけど出発の時間だ。しゃべった！絡まっていた君たちの運命線もほどかなくちゃならないからね。君たちのおかげで僕たちは新しい可能性を探す旅に出られる。宇宙の断りを超えてまで君たちはエンジンのかけらを集め切ったんだ。これこそが本当の魔法だよ。私たちこれで帰れるんだよね？もちろん。それにちょっとしたお礼もさせてくれ。手伝ってくれるかい？ああ、引き受けよう。どんな姿になっても僕は君のプレアデス星人だ。さあ、僕たちも行こう。行くって？新しい宇宙船？これは地球に生まれたあらゆる命の運命線の形だ。わけわかんないよ。一つの弦が様々な音色を奏でるように、これもまた僕たちの宇宙の一つの形なんだ。もしかしてこの中に私たちの元いた運命線もあるの？そう、僕たちもこの膨大な可能性の一部ってわけだ。急に太くなったり細くなったり。あそこ途中で終わってる。枝分かれが減ってるんだ。私たちは過去に向かってる。無数に枝を広げる運命線の連なりも、過去をたどるといつかはたった一つの点になる。それが行き先？そう、全ての可能性の源へ。海だ。あ、見て、
何あれ、月？大昔、月は地球の近くを回ってたから大きく見えたって言うけど、ここにはまだ最初の一つの可能性すら生まれていない。巨大な月が空を覆い、海はようやくできたばかり。まだ一片の命のかけらすらない原初の惑星、40億年前のまだ何者でもない地球だ。だからこそ今ここにはあらゆる生命の可能性がある。ここからならどんな生き方を選び直すことだってできるんだ。何になってもいい、どこからやり直してもいい。え、どこからでも？それが旅立った彼らから君たちへの贈り物だ。さあ、君たちは何を選ぶ？私は無限の可能性なんて壮大すぎてわからない。想像できるのは自分とそんなに変わらない女の子。何の変哲もないありふれた女の子。光みたいに頭が良かったらいいなとか、いつきみたいに綺麗な髪だったらいいなとか、ななこちゃんみたいにマイペースでいられたらいいなとか、葵ちゃんみたいにしっかりしたいとか、スバルみたいにまっすぐ素直でいられたらって思うけど、みんなを羨ましく思うのはきっと困った時、落ち込んだ時、たくさん助けてもらったから。完璧な誰かになりたいってことじゃなくて、みんながみんなだったから、私が私だったから、一緒にいられたあの時間。だったら私は私がいい。そしてその時そばにいる人の綺麗なところ、いいところをたくさん見つけてあげたい。私は私になる。決めたようだね。あのさ、お前はどうすんだ？残された時は少ない。今は自分のことだけを。その、こういう時って何て言ったらいいのかな。きっと大丈夫。私に戻ってもみんなと出会って変われた私なんだもの。私も信じてるよ、自分とみんなを。ダンケ、グラッツ、メルシー、シェシー、ありがとう。みんな大好き。私も。泣くなよスバル。私たち変われたかな。 Absolutely。どういう意味？きっと絶対。まだあったかい。みんな元気で。アデュー。じゃあ私たちも行こうか。え？湊君と私は一緒に行くの。僕はただの案内役だ。その役割ももう終わる。私約束したよ、湊君を幸せにするって。だけど君の世界に僕の可能性は。それでも行くの。40億年ってどのくらいなのかな。なんてことない、ほんの一眠りさ。どうしよう、私やっぱり少し怖い。大丈夫、僕がずっとそばにいるから。私もこのままずっと来てるよ。今度こそ一緒に星を。僕に生きろだなんて、君はどこまでも残酷だ。お、これからか。うん、今夜は流星雨だから。
そうだったよな。よし、じゃあ送ってくよ。なんなら俺も一緒に。ちょっと。ああ。行ってきます。スバルももう中学生なんだもんな。そう、いつまでも子供じゃないの。あ、葵ちゃん。すごい。あのね、久しぶりだね。時々この時間に見かけてたから。あのさ、ずっと話さなきゃって思ってたんだ。私この制服が着たくて受験決めたんだ。でもそんな理由恥ずかしくて、スバルにも言えなくてごめん。ううん、葵ちゃんの決めたことだから。かわいいね、その制服。ありがとう。あ、それ望遠鏡？うん、今夜ね、葵。あ、誰？友達だよ、スバルです。こんにちは。あ、そうだ、これよかったら。あ、うん、流星雨？また一緒に星見られるかな。流星雨か。夜空に浮かぶ星たちは、一人ぼっちの寂しさと巡り合う喜びを繰り返して、長い時の中をすれ違っていきます。今日の予報は流星雨。星空を見上げていると、今はまだ出会えていないどこかの誰かのことをふと思ってしまいます。その誰かも同じようにこの星空を見上げていて、星たちは空からそんな私たちの姿を見守っていてくれるはずです。待っててね。